曲でも言ってるんですけど、なんか10枚目だから集大成みたいな感じにあんまりしたくなくて、なるべく新しいチャレンジをしたいなとすごく思ってる中で、今なんだろう、ヒップホップってすごく、まあ、世界でもそうだし日本でもそうなんだけど、入りやすいと思うんですよね。なんかこうオートチューンもあったりタイプビートがあってできたこともあって、こうそれこそ多分今の10代の子とかって昔だったらなんかなんだろう、この10代特有の自分のなんか自己表現がしたいみたいな気持ちとかって割とギターを買うとか、なんか楽器を買ったりする方向がメインだったと思うんですけど、今だったら多分ラップが一番取り組みやすいと思うんですよね。究極友達と公園に行ったらできるし、でオートチューンがあれば歌も歌えるし、でトラックなんか YouTube で死ぬほど落ちてて、一番多分簡単な自己表現だしアートだと思ってて、でフリースタイルみたいな形でラップレコーディングするアーティストもいっぱいいて、すごくいい時代になったなと思ってて、でもすごくいい時代になった中で、じゃあ自分みたいなある程度キャリア重ねたアーティストがどういうラップをするかみたいな、僕はやっぱその時代のトレンドとかもちゃんと見ていきたいから、そこのトレンドの色も見たいけど、でもじゃあ自分の歌詞世界、リリック世界で何が表現できるかって言ったら、やっぱりなんか一個の現象をただそのままラップするんじゃなくて、もっとこう二重三重に歌詞の意味が膨らんでいくようなリリック世界、歌詞の世界、曲の構成を今回はよりいつも以上にやりたいなと思って取り組んでいってて、なんか例えば映画とかでも恋愛映画がありますよっつっても、恋愛映画見て優れた映画だと別に、あ、俺も恋愛したいとかだけじゃなくて、そこの中でいろんなメッセージが入ってるわけじゃないですか。例えば人種問題が入ってたりとか、その自分とは何かみたいなテーマに向き合わざるを得ない恋愛映画とか、アクション映画だって今そうだけど、アベンジャーズ見たってあれを見てただのアクション映画って言い切れなくて、その中に今の現代社会で抱えるいろんな差別の問題だったりとか、マイノリティの問題とか、自分の問題とか、いろんな問題がアクションという映画をフィルターを通してしっかり番組その内容がメッセージが伝わってくるみたいなのがあって、だから僕も曲でそういうのをちゃんとやりたいなと思って作り出してて、例えば You Like That って曲とかアルバムの1曲目なんだけど、あれも例えば今もうこうはまあ SNS とかすごいあって、やっぱりこう人の人生に憧れちゃうこと多くて、俺でもこう見てて、あ、すげえなこれ、羨ましい、アメリカのアーティストとか見てても半端ねえなこれみたいなとかなるけど、でもやっぱりね、自分には自分の実人生があって、そこで理想に向けて頑張っていかなきゃいけないから、人の人生に憧れてるだけじゃしょうがないんだけど、でもそのことをおめえ人の人生に憧れないでてめえの道を歩くんだよって直接ラップするのももちろんすごく面白いし曲としていいんだけど、なんか僕がそれをやるのはちょっと違うかなと思って、だったらそれをもっと違うストーリーに入れて伝えてあげたいなみたいな、だから男女のラブストーリーとかに当てはめてみて、俺はハリウッド映画みたいなことできない、君はハリウッド映画すごく好きだし韓流スターがすごい好きで好きだけど俺そういうタイプじゃないんだよねみたいな、でも主人公このライフは俺の主人公俺しかいないからどうしていこうかみたいな曲にしてるみたいなのがあったりとか、こううまく例えたいみたいなのがすごいあるんですよね、うん、だからなんかそういう曲をどんどん入れたいみたいな、うん、他にもなんか Let Me Know って曲は普通にこう自分の友人とか彼女みたいな人をが落ち込んでてどうしたんだよみたいな、元気出してくれよ、何があったんだよ教えてくれよみたいな、こうこうこういうのかな、こうこうこういうのかなみたいにその聞いてるというか、結構塞ぎ込んで何も言ってくんない人とかいるじゃないですか。そういう時にどうしたのみたいな、あれの件かな、それの件かな、これの件かなって言ってるんだけど、そのあれの件とかこれの件とかがもうフェイクニュースだったりとか、自分の SNS でさ全然知らない人に急にディスられてすげえへこむとか、あのもうすごい自分の意見を主張するだけならいいけど、そこにすごく誰かの否定とかマウンティングが入ったりとかで、もう今までだったらさ自分とは違うそういう人たちの情報なんて見えてこなかったけど、今やっぱ見えちゃうから、それによって傷つかなくていいところで傷つくとか、情報が多すぎるがゆえにその入ってくるのも防げなくて、それが気になっちゃってすごく自分らしくいられないとか、そういうなんか現象が俺も嫌だなと思うし、そういう風に辛いと思う人もいっぱいいるだろうなと思うけど、それをなんかね今言った通りにラップするんじゃなくて、じゃあ何かでそれで実際傷ついてる人がいて、それが自分の身近な人だった時に
え、これはどうしたの、何があったの、こうこうこうみたいな感じで、その中にしっかり今のなんか自分が問題だと思ってる、自分が今それがどうなんだろうなって思ってる問題提起が、そういう歌詞の中にしっかり入ってくるみたいな。